今日は雨降ってます。なんかもう梅雨来た。ね、最近の天気の変動激しすぎて今が何の季節なのか分かんなくなってくる。この前まで春だったのに今めっちゃ暑くなって、でもその前寒くて、こちらは昨日強風で雨でした。あっ、じゃあ上がってきた、その風が。ああ、ありがとうございます。はじめまして。ね、今日は月曜日ですけど、月曜日ですよ。関東が雨がすごい。あ、そうなんですね。そうなんだ。いやー、雨だ。これから梅雨になっていくのかな。サランハゴいっすよ。などサランヘヨ。ねえ、雨が。ねえ、梅雨になってくると。あ、メール、あ、なんか、ピンクと水色のグラデーションがあったらそれがいいけど、ピンクかなって感じ。え、いいんですか？台風みたいな。え、台風来ますか？今日からメール取りました。ありがとうございます。送りますね。嬉しい、嬉しすぎる。ありがとうございます。2色はないのよね。じゃあピンクにする。あー、ありがとうございます。嬉しすぎる。いいんですか？ね、よくあの朝雨降ってて夕方に晴れてると、なんか学校によく傘忘れちゃうんですよね。その行くときはこう傘さして学校行くけど、帰り晴れてるとその傘の存在忘れてそのまま帰っちゃうから、よく家に傘がなくなっちゃう。なりません？皆さん、それ朝は持っていくけどみたいな。あるあるですよね。たかしの可愛い声聞いたので気合を入れて出勤します。頑張ってください。頑張れ。月曜日だけど、月曜に負けるな皆さん。傘忘れることめったにないかも。おー、すごい。よく忘れちゃいますね。昨日のユータの時衣装がまだ目に焼き付いてる。嬉しい、めっちゃ嬉しかった。なんかあまりそう衣装着る機会がないからちょっと嬉しかったです。伝統的な衣装っていうか、なんていうんだろう。おはようございます。あ、初めて来てくれてありがとうございます。おはようございます。ねえ、でもなんかその昨日なんか昨日あのん？あ、そう、昨日なんかそうイベントがあった次の日の朝ってちょっと疲れてるは疲れてるけど、なんか気持ちの
気持ちの面ではなんかテンションが高いから、あの結構いい感じで学校行けるんですよね。なんかちょっとテンション高めっていうかアドレナリンかもしれないです。うん、なんかうおーって感じでテンション高し、あ、そんな感じね。テストも近いから、うわー、うん、昨日高橋の名前のまま春ちゃんの配信のダンジョンに乗って高橋ちゃんって呼んでもらって誰って なっちゃいません。あ、でもアバターが一緒だから大丈夫なのか。そう、期末テストの勉強中はで話せないよ。期末テストじゃないわ、中間テストか。早く長く見てよ。ありがとうございます。どうでした？楽しかったよ。ありがとうございます。あ、ほら、ありがとうございます。そうだから、だね、すごい早くマックス時で一緒に歩きたいよ。確かにマックス時、え、ないかな。うん、歩きたいですね。歩きたい。昨日のスイスイの配信でユタのことめっちゃ褒めてたよ。嬉しい。え、見たい、見なかった。え、やった。え、嬉しい。いや、でも突っ込んできてくれたの嬉しかった。あ、ほら、ありがとうございます。みたらしプリン、そう、たかしの後でが見たい。あー、イエイ、やりたい。衣装着てみたい。で、振り付けも可愛いし。そう、昨日差し入れでいただいた江口団子さんのあのみたらしプリンといちご杏仁豆腐、ん、いちご杏仁豆腐みたいな、いちごが乗ったこう杏仁豆腐をいただいたんですけど、美味しかった。あの、家族でこれ2つを分けるっていうだったんですけど、美味しかった。ゆうたのことハグしたかったらしい。え、よかった、私だけじゃなかった。え、ん可愛かった。あのプリン、あっという間に売り切り完売になるから。え、すごい、よかった、食べれて。なんかめっちゃ美味しかったんですよ。ぜひ皆さんも長岡に行く機会がありましたら。そう、あのスイスイさんのおすすめ、だった、んだ、おすすめだったよって言ってて、ちょっと嬉しかった。
会場の飲食ブースでゆうたんおしさ色の綿飴食べた、あの可愛いやつこうやってあれめっちゃ可愛かった。ねえぜひ食べたらいいかも。おいしい、もうおいしかった。上が何なんていうんだろう、普通のプリンでいう上のカラメルがみたらしになってるやつ、それが合うんですよ。あと昨日は母の日だったんですけど、おはようおはよういいですね、母の日だったんですけど、あのみたらしはどこかで見たらしいよちょっと長袖着てくればよかったよくポンポン出てくる本当にごまプリンもおすすめで、美味しそう、ごまプリン、ごま、ねえごまプリン食べたい、私ごま豆腐好きなんですよね。18日受付会に行くからね、はあ、当選次第だけど、うわー、あった、来てくれたら嬉しい。昨日はたかしちゃん可愛いコールできた、うわありがとうございます、しっかりじゃんけんもしたし負けたけど、皆さん昨日ちゃんと母の日にいいこと、ママにいいことしました？私はしてなかったので、ちょっと今日ちょっとリベンジしないとまずいんです。あ、可愛い、ありがとうございます。一緒にワイン飲みました、あーいいですね。一番お店の前で出来たてを食べるのが好き、みたらしだ、いいですね、出来たて、19日に行くけど18日に行こうか悩んでる、おお入るかな、してませんリベンジ組だね。だからちょっと多分お母さん今ねそっか悲しんでるから、前にスリッパ買ってあげました、ああ優しい、地域の特産品を送って、おお、ちょっと私何もしてない、ちょっとなんて言うんだろう、迷惑かけてるだけなので、しっかり今日はなんだろう、ありがとうございますたくさん、かわいい、あのね、いつもありがとう、ね、もう本当に何も言ってないから、本当にさすがに言わなきゃ、ママ高校、ね、だから今日はありがとうのリベンジします。焼きそば作る気一旦部屋片付けたらいいんでしょ、それですね、まず片付きます、この部屋を、うん、何しよう、やっぱま焼きそば部屋片付けて、いつもありがとうって言って、ああペンネットありがとう、あすごい、部屋片付けが一番のプレゼントってきましたよなんてロマンチックなこと言えないのかな、お花が欲しいわとかさ、チューリップの花束が欲しいわとか言ってくれないの？おはようございます、そんな散らかってる、うん、前よりはちょっとマシになった、まあ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 、あの
はい、衣替えの季節というか、母にお花のブーケをプレゼントしたら喜んでくれました。あ、私もそういうことがしたいんですよ。なのに片付けとか言われるから、はあ、いやいや絶対しなきゃいけないと分かってるんです。私でも分かってて、あの一回綺麗にするんですけど、なんかそうなんかの弾みでまた汚くなっちゃう。あ、そう、ルアさん昨日お掃除配信、うん、あれってうん、外カメ、今外カメになったらだいぶ危険なので、ちょっとちょっと片付けようと思います。片付けしてプレゼントは私っつって、なんかここにお花生やしてパーって出てきて、私部屋綺麗じゃないと落ち着かないからできるだけ毎日掃除してる。すごい、私もそれが理想です。イベントのひらひらとかそこら辺にあるんじゃない。そんなことそんなことないですよ。はい、ユータンという綺麗な花が一輪あればそれでめっちゃ褒めてくれる。青いカーネーション、確かに見つけ出して青いカーネーション、世界中を探し回って見つけたんだ、君のために。ラッシュ、お片付けするものを投げてきれいにするタイプのお掃除で面白かった。あは面白い、大胆だ。いやー、じゃあちょっとテスト終わったら きれいにしよっかなとか言って、いつもそうなっちゃうんだよな。きれいにします。はい、ゆうたんを花に例えると何かね、富士の花、おお、なんか切る、あ、切るとか言って、今日からカーネーション安くなるよ。そんなこと言わないで。確かに今言ったらすごい 70% 引きとか言って貼ってあるかも。いや、何しようかな。で、そう、でもママにステージを披露するとちょっと疲れた、 目がうるさい目がうるさいとか言って、鬼滅、アジサイ、おー確かにアジサイ見たい。あの、そう、ヤヒコ登った時に、あのヤヒコのなんて言うんだろう、頂上まで行く道、9合目まで行って10合目までが、なんていうんだろう、階段登ってちょっと平坦な道みたいな感じなんですけど、その平坦な道の両サイドにこうアジサイがブワーって咲いてるんですよ。多分今の時期、もうちょっとあとに咲くのかなって感じなんですけど、私ね、今年まだ見られなかったから、ヤヒコスカイライン、ヤヒコスカイラインって言うんですか、それ。そうなんだ。そう、あのアジサイが綺麗な場所があって、あ、鬼滅が富士の花いいですよね。でも鬼滅早く見たいから、柱稽古編見たすぎる。うん、そう、それも見たい。いや、この地球上にあるどこの花よりも綺麗だよ。かっこイケボ忘れてますよ、かっこイケボって言って。いや、そんなこんな言う、なんて言うんだろう、どこの花よりも綺麗だよなんて言ってくださる機会
そんな人生であんまりないじゃないですか。ありがとうございます。骨だからイケボなし。あ、イケボあるときはすごい冗談とかそういう感じなんですか。はい、じゃあちょっとね、あの母の日リベンジ組は今日しっかりね、弥彦山頂のパフェって今でも営業してるのか。パフェ？あ、売店みたいなところですか。なんかアイスは売ってた気がします。でもパフェ売ってるのかな。食べてない。シェアポスト拡散完了しました。あ、ありがとうございます。ペコリベンジします。かっこいいけどリベンジしますこうやってリベンジしますって感じ。どんな花よりもユタの花が一番綺麗そんなほら、って時は結構本音だったりする説あるよね。あ、ちょっと照れ笑いっていうか、あ、照れてらっしゃるとか言って。はい、じゃあ私はしっかりママに、あのママ高校いつもありがとねって伝えます。いつもありがとね。花を言うたんです。ありがとうございます。はい、じゃあ誕生日させていただき、まあ誕生日させていただきます。いや普通あのなんて言うんだろう、普段あんまりありがとうって言えてないから。あ、部屋片付けねって。分かったよ。分かってるよ自分でも。はい、いきます。13位、アベベポキさん、ありがとうございます。12位、タカオさん、ありがとうございます。11位、ナホコちゃん、ありがとうございます。おー、変わった。13位、タカオさん、ありがとうございます。12位、なほこちゃん、ありがとうございます。11位、あべべぽきさん、ありがとうございます。10位、ケロちゃんさん、ありがとうございます。9位、オクタゴンさん、ありがとうございます。8位、イチョールさん、ありがとうございます。7位、ケータンのカレーさん、ありがとうございます。6位、てるてる坊主さん、ありがとうございます。5位、みーさん、ありがとうございます。4位、けん坊主さん、ありがとうございます。3位、デグ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 。はい、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。はい、え、待って待って、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた。え、あー、ごめんなさい。リベンジ2位、デケ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 、じゃん。フレッシュミオリン3、ごめんなさい、ありがとうございます。ねえ、ほんと、あー、ごめんなさい、何回間違えるんだ。
みおりんさんありがとうございます。ごめんなさい、本当に何回間違えちゃって。嬉しみおりんさんありがとうございます。あ、じゃあキャッチフレーズ確かに昨日できなかったから、ゆあゆあたかしにことゆうたん。はい、私は誰、ゆあゆあ、Yes, I'm you. ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界へ羽ばたきます。新潟県出身最年少14歳のゆうたんこと高島ゆあです。よろしくお願いします。ゆうたんが一番かわいいよ、高島が一番かわいいよ。ありがとうございます。はい、ぜひ、何もなんて言うんだろう、野球なんですけど、なんかこの中にもしなんか劇場公演あんまり最近行ってないなとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ来てくださいと言って、いやなんかね、そのキャッチフレーズ関連で、今日もあ、愛してるよ。はい、最近行ってないし、いや行ってるかもしれない。いや行ってます。そうだから、もし久しぶりにちょっと行ってみようかなとか思う人は、あのぜひね、あの多分楽しいと思うので、ぜひ来てください。私がいるかはし分かんないんですけど、はい、ぜひ劇場来てくださったら嬉しいです。はい。で今日は月曜日、週の一番最初、2週間をなんて、1週間と2週間、それは結構来てるの方にカウントするんですけど、いや、いることを祈ってます私は。はい、埼玉済みですが劇場行きたくなりました。ああ、ぜひフォローもありがとうございます。ぜひ、あの楽しいですよ本当に。あとね、サインボール、え、なんていうの、サイン桜の花びらがあるから、それもぜひゲットしてみてください。そう、あのでお見送りとか皆さんこうやってウェーイってやってくださるから、はい、月曜日ファイトです、頑張りましょう。ありがとうございました。いってらっしゃい、行ってきます、バイバイ。